草刈先生の講義では、美術館におけるデザインの役割という授業名で、様々な展覧会を事例に、デザインの役割とその可能性についてお話しいただきます。それでは早速、草刈先生、よろしくお願いします。はい。えー、皆様こんにちは、えーえー。ブルーシープという会社の代表をやってます。草刈と言います。えー <laughs> ちょっと不思議な場所ですよねこちら多分あの配信からはこういう様子は全然見えていないんですけど、えー、あのたくさんあの今日は集まっていただいて土曜日なんですけどあの、まあ、1時間ということで、えー、僕があの皆さんにお伝えできるようなことを、えー、手短にできれば面白く話をしたいなと思います。 よろしくお願いしますでえっ、ー、とあの僕自身ですね、まあ、今回あの30人ぐらいの方が、えー、お話をされるんですけど、まあ、その一人として僕も選んでいただいてで、えー、あの佐藤拓さんから始まって、まあ、いろんな方々有名な方々があのいる中でなんですけど、えー、と多分僕が一番、まあ、一,あ一番ってことないんですけど。 あのユニークっていうか特徴があるとすると,、えー、とデザインをしているわけではなくってデザインをその活用しているというかもっと強く言うとデザインを使っているっていうかの立場なんですよね。で、まあ、そのデザインをこう使う活用することで新しい価値を生み出せないかっていうことを、まあ、日々仕事として、まあ、プロジェクトとしてでいろんな方々と一緒にやっているんですけど。 あのまあ、デザインをされている、まあ、デザイナーの方アートディレクターの方さまざ、あ、まな方いますけどあのその方々のお話とはこう真逆のというかあのデザインを依頼する側、まあ、デザインを活用する側としてデザインをどう捉えているかっていう話をあのうまくできたらいいなと思っています。で、えー、と僕の仕事はです、ねえー、いくつかあるんですけれども、えー、まあ中心にあるのが展覧会なんですよね。 皆さん展覧会行きますかあだからいるんですよねはい <laughs> あの展覧会僕が展覧会の仕事を始めたのは、えー、1997年からなので、えー、もう25年ぐらい前なんですよねでその頃あの今ある美術館があの、まあ、新しいところはありますけどあの展覧会は活発にやっていてでただ何て言うんですかねもっとこう素朴だったっていうか。 地味だったんですよね。あの印刷物、その広報宣伝物なんかもあの控えめだったし、で展示の作法なんかも控えめだったんですよね。で、まあ今日のあのテーマにあの絡めて言うと、まあデザインされてないっていう感じだったんですよ。で、あの僕が仕事を始めてで、その展覧会をこうどうやったらよくできるかっていうことをあの下っ端からずっと考えて。 いてで,す、ねでまあ、その時に何かちょっと素敵に見えたらいいなとか同じ作品が並んでるとしても並び方とか見せ方がちょっとこう素敵だったらいいなかっこよかったらいいなみたいなことをこうぼんやり思っていて、まあ、稚拙に思っていてでその時にそのデザインっていう言葉が,、まあ、があの一般的な言葉としてあったので。 そのデザインの要素をこう盛り込んでいったらどうかなみたいなことをこうあの単純に考えていたような気がするんですよね。であの僕が考えるようになったあの、えー、こう変化とそのこのまあ言うならば25年間の変化とそれから美術館あるいは展覧会を取り巻く環境社会の環境の変化っていうのは多分シンクロしていてあの僕,僕が何か特別新しいことをやっていたってことではなくて。 あの社会の要請としてデザインをこう取り入れて展覧会を変えていくあるいは美術館を活性化させていく美術館の価値を変えていくとか、まあ、そういうことが行われていったので僕はただのその中のこう誰かに操られてる人みたいな意識でいるんですけどあの、はい、なのでなんかその辺のこう移り変わりから、まあ、今最前線でどんなことをやってるかということをこれからお話ししようと思うんですけど。 あのさっきご紹介頂い,いて、えっと、今日のタイトルは「美術館におけるデザインの役割」っていうことだったんですけど時数制限があっってこうなったんですよで <laughs> で本当は今黒字で入れてますけど「の今」っていうのを入れたくってですねであの美術館におけるデザインの役割っていうのは昔から当然あったわけで、まあ、それがあの今その最前線でどうなっているかどう 僕自身がある種の社会の要請の中でどう考えているかということをお話しします。でえー、とブルーシープっていう会社を今年9年目でやっていて今会社の構成員としては十数人いますそれから社員ではなくて関係者協力者なんかを含めるとそうですね20人か30人ぐらいで。 えっとやってるんですけど簡単にあのブルーシープがやっていることまあ僕自身のことを知ってもらうっていう意味も含めてえっと紹介するとですねはいあのこれはウェブサイトをスクリーンショットしたあのものですえっとここの中にあのあるのは例えば本それから展覧会、えー、それからミュージアムグッズ みたいなものがありますけど、えっ、ー、と年間でですね。ええー、と6つか7つぐらいの展覧会を企画をしてで、それのまあ、あの多くほとんどが全国に巡回していくっていうようながのことが、えー、中心であります。それから、展覧会に合わせて本を作ってるんですよね。で、えっ、ー、と3つあのブルーシープの仕事3つっていうのをちょっとこう分けて書きましたけど、1つはあの今言った。展覧会で2つ目は？ えっと本なんですけど今の二つ目のブロックのところですけど、えー、展覧会があると、えー、展覧会に出品された本図録カタログって言われているものが大抵出ます。で、えっ、ー、とブルーシープの場合にはその本をえ複数作る癖があってですね、えー、展覧会図録それからそれに関連して絵本を作るとかそれからえなんというか。 情報を集めた読み物を作るとかあのそういういいこともやっていますで、えー、とそれから最後なんですけど、えー、美術館文化施設のプロデュース運営っていうことで、えー、今ブルーシープで中心にやっているのは、えー、プレイ y っていう立川にあるところなんですけど、えー、そこの立ち上がりから、まあ、今企画運営含めて、えー、仕事をしているんですけど、えー、そういった種類の仕事があの今後増えていくと。 面白いいいなという気もしていますで具体的な他の施設でいうと町田にある南町田にあるスヌーピーミュージアムですとかそれから二子玉川にある子どもの施設で絵本作家のエリック・カールさんの,あの、えー、なんていうか作品をこうあしらっているプレイパークエリック・カールっていうところがあったりまあまあいろいろやってますで。今日の話に関しては さっき言ったデザインを活用するっていうことに絞ってですねブルーシープの活動をいろいろ紹介するということじゃなくて特に美術館美術館の中でもその展覧会ですね展覧会の中においてデザインを活用するっていうことはどういうことなのかっていうのを紹介していきたいと思います。でなぜデザインを活用するのかととということが改めてて考えてみた時に えー、さっきあの僕のキャリアの始まりで、えー、かっこいいとか素敵とかそういうことが取り込まれたらいいなっていう,こう,こう緩いこう言い方をしたんですけどそれは20年ぐらい前の話で,で今現状、えー、ブルーシープとして展覧会を作るっていう局面においては生きるか死ぬかぐらいのつもりでデザインを活用しているっていう。 なんですよ、ね、えっ、ー、と死にはしませんけれど、えー、プロジェクトの成功が、えーまあ、成功というかプロジェクトがうまくいくかどうかっていうことが、えー、その施設の運営とかあるいは新しい価値をこう継続して作っていくかとか、まあ、そういったことに直結するのでそのデザインの力を借りてデザインの力を使ってですね、えー、自分たちがやっているプロジェクトを、えー、にこう命を与えていくと、まあ、そんなような。 大げさに言うとなんですけど、あのそんなようなつもりでやってます。で、えっ、ー、とちょっと具体的に話をしていくとですね、娘です。娘はどうでもよくて、あの帽子この帽子見たことある人いますか。あ、一人だけいますね。えっ、ー、とこれ2005年にですね。 えー、ミッフィーデック・ブルーナさんが作った「ミッフィー絵本のうさこちゃん <laughs> ミッフィー」ですねの50周年展っていうのがあってでそれがあのえっと、ね、その時に、えー、デザインの力っていうもののこう可能性をあのこうまざまざと知ったというか、まあ、ちょっと象徴的なことがあったので。 ここに置いてるんですけどあの,この帽子をデザインされたのは日々の小杖さんなんなですねでえミッフィーの50周年展でオランダのディック・ブルーナさんまず当時はご存命で全面的に協力してくださるということでまあ原画を借りたりまあいろんな材料があってでまあそれを額に入れて飾って説明をつければ展覧会としてはあのもう上等なものだったんですよね当時としても。ただそのぼんやりとと漠然と 何かあのもっといいことにできないかっていうことを考えたときにあの僕の発案ではなくって、えー、その時に一緒に仕事をしていた編集の人とか、えー、編集の方々が何人か、えー、いてですねその方々と話をしている、えー、ときに日比野さんに加わってもらったらいいんじゃないかとかそれからあの初回にやられた佐藤拓さんですねあの佐藤拓さんに加わってもらったらいいんじゃないかとかあとは祖父江慎さんに加わってもらったらいいんじゃないかっていう。 あのまあ、何かこうデザインをする人、まあ、デザイナーたちの名前が挙がってですねで当時はそういった方々との仕事はあのほぼしたことがなくて、まあそのまあね、著名な方々じゃないですかでそういった方々とこうしをこう現場を仕切りながら、えー、その言語も合わせながらやるっていう経験はなかったんですけどただその編集の方とか関係の人たちがいる中で、まあ、やってみようってことになってで当時は どちらかというと広報的な伸びしろというか海老野さんが帽子を作る祖父江さんが図録を作る佐藤拓さんがポスターのデザインをするとかそういったことが聞こえると展覧会としての広がりが今ほどインターネットが SNS がみたいなことじゃないんですけどなんかそういう気持ちもあってプレスリリースを作ったりとかしたんですよね。ただ実際に えー、出来上がってみたときにあこれは全然違うものなんだなっていうことに気が付いていくんですよね。であの事例として日比野さんの帽子を今置いてるんですけどあの日比野さんにお願いしたことっていうのは、えー、ミッフィーの、えー、展覧会に、えー、ミッフィー展に来た人たちが、えー、どこでもミッフィーを感じられるっていう。 あの、そのために、コスチュームを作っていただきたいっていうお願いをしたんですよね。で、あの、当時、が、N. H. K. の番組なんかでも、あの、すごく。が、あの、強いコスチュームを作られたり、まあ、た、二章なんか作られていたので。ミッフィーに合わせて、お願いしたいっていうことを言ったら。えっ、ー、と、日比野さんから出てきたものっていうのは、あの、帽子だったんですよね。で、あの、僕が思ってたのは、シャツとか、T シャツとか。あの、わかる。あの、想像できるものを持ったんだけど。 日比野さんから出てきたものは帽子で、しかもこの帽子ってよく見ると。あのミッフィーのこう耳とは全然違うんですよね。ミッフィーの耳はもっと太くて、もっと大きいんですよ。だけど、これはベレー帽みたいなものに、ちょっとこう細長いものが乗っていて。最初にラフが出てきたときすごく可愛かったけど。ミッフィーに全然関係ないなと思いました。ただ、時間が経ってよくよく見てみると。こう。 ミッフィーに見えてくるっていうか。で、日比野さんの答えっていうのは。あの、これは。み、あの、みんなが。スタッフみんなが身につけることで。お客さんが来た時に。こう、全部がミッフィーに見える。そういう会場にしたらいいんじゃないかっていう提案だったんですよ。あの、どういうことかというと、警備の警。あの、制服着た人。それから受付の人。で、受付の方は。若い方もいれば、年配の方もいて。 い、まあ、いろんな種類の人たちがいるわけですよね性別もあの年齢もいろいろ違うんだけどそういう人たちが同じように帽子をかぶることで会場に来た人たちの気持ちがガラッと変わるっていうことをおっしゃられてああそうなんだってただそれは始ままっってみるででよよくかからなかったですよね実際に始まって、えー、その現場を見たときにスタッフの方々が最初嫌がるわけですよ恥ずかしいって。だけどちょっと嬉しそうなんですよね。 でそうすることで場の中の空気が変わるしその来た人たちは全く想像してないことがそこで起こっているので、えー、びっくりするわけですよね。であのこれを見てあなんかその日比野さんという名前その有名なデザイナーコスチュームデザイナーに仕事をお願いするってことはあの実,力がそのあの実力の方が意味があるんだなっていうことになんかこうちょっと開眼したところがあって。 で同時にこの時には祖父江ンさんと初めて仕事をしてで本を作っていただいたり佐藤拓さんにポスターを作っていただいたり、えーまあ、あのそれぞれの,その領域ですごくレベルの高い仕事をこう目の当たりにしてです、ね、で僕自身はそんなにこうなんていうかあのクリエイターの方々を刺激するようなことっていうのは、まあ、一切できてなかったと思いますその時には。 ただその時にそ,のそういう方々の力をこう活用するまあ当時で言えばおこがましいからそんなことは言わなかったですけどあのお借りする、まあ、活用していくっていうことのこうヒントがねきっかけがあのできた出来事でした。はい、あこれあの娘が5歳ぐらいだった時ですね、はい、娘の話はどうででもいいですよ、ね、でえっ、ー、とミッフィーの展覧会はあのえっ、ー、と2 0 0 2年 5年に五0周年をやった後に5年ずつ形を変えて開催されるようになってすごくうまくいって全国巡回もしていてそれから時を隔ててですね十5年後にその時は企画元から僕はもう離れていたので巡回の1会場としてプレイでさせてもらったんですけど。 であのちょうどいいコントラストだと思って持ってきたんですけどあの行かかれた方いるかな、まあ、いいるなまあやこれがプレイミュージアムのエントランスを飾ったものなんですけどスプレッドさんっていうかデザイナーのユニットに相談をしてディッ,ック・ブルーナさんが使っているブルーナカラー6色の色それを会場に入ってきた時に。 感じてもらいたいっていたたたとうおお題題を出した、まあ、出ししかお題で相談したんです、ね、でスプレッドさんはミッドタウンの装飾なんかもされているんですけどあの色のこう表現があのまあめちゃくちゃかっこいいというかあのこうずば抜けているので,でスプレッドさんから出てきた答えっていうのがまあこれだったんですよね、まあ、原案とほぼ変わってないと思うんですけどこれ何かっていうとまず線がない。 ディック・ブルーナの,あの一番の代名詞であるこう震える線がないそれからブルーナのや柔らかいこうラインがないでその代わりにあるものっていうのは色だけなんですよね。で僕はそのブルーナのディック・ブルーナの仕事をその後も何度も何度もするようになったのであの、まあ、見慣れているというか。 で見慣れててるる人にとってはよく分かるんですねただ初めて見た人にとってよよく分からないんですよミフィーテンだって言ってきてワクワクして会場に来たらいきなりこのよく分からない色の組み合わせがあってでどうしようかなって思いましたただあのこれやったらもう2020年ででリック・ブルーなんてなんか何度も何度もされていてで、まあ、2005年の当時から比べると時間も経っているからまあここはプレイミュージアムだし えー、もっとこう挑戦してもいいかな冒険してもいいかなとであのスプレッドさんともう少し話をする中であそうだねとこれは最初に入ってきた時にはわからないただ頭の中に色の残像が残っていてで中で展覧会を見てでリック・ブルーナのことを知りで絵本の原画を見てでデザインワークなんかを見た後であので出てくるとここにまた戻ってくるんですね。 で戻ってきた時にはもうこれが一枚のイラストレーションに見えてるんじゃないかってそういうその希望というか仮想を立ててで取り組もうと。で上にぶら下がってるのは線なんですよブルーなブルーラインブルーあのでこれくらいの何センチあったかな20センチぐらいかなくらいの太い線を物理的な線を平面から。 立体化して、これを入り口にぐるぐるぐるっとこう巻きつけて、で館内でもずっと張り巡らされたしたんですよね。200メートルぐらいかな。はい。だこのことに気づいた人って入り口ではほぼいないけれど、後で気がついたときに嬉しいっていうそういう強さがありますよね。であともう一つはこれも記念というかあのちょっと見づらいと思うんですけどこれは帽子なんですね。であの会場の中に一コーナーつく え何種類かな10種類ぐらいのミッフィーの帽子を稲留春代さんという帽子のデザインをされている方にお願いをして作ってもらったんですであのいろんな素材で紙とか塔みたいなものでできたりいろ,んな形でいろんな素材でいろんな形で帽子ができていてただこの時には日比野さんが作ったような抽象化した帽子ではなくって。 できるだけ具体的にミフィに近いものを作ろうということもあって、まあ、いろんな種類のものを用意してでそれをみんなが来てくれた人たちがかぶってで、まあ、絵本の中に入れるっていう、まあ、そんなことをやりました。これはめちゃくちゃ好評であの、まあ、ここでしか写真が撮れなかったということもあるんですけどあの運営的にはすごく大変だったですね。こはいいいやで、えー、と次これもちょっと見づらいんですけど えー、写真家のです、ね、川島小鳥さんにお願いして、まあ、人物の写真なんかであのえっと能登のちいちゃんだったかな,あな女の子の写真集であの知られている方ですけどあの川島さんに相談をしてあのミッフィーはウサギだからウサギの写真をこう 取ってほしいというふうに頼んだんですね。で、あのみんなあのミフィがミフィちゃんはあのもうある種の人格だと思ってあの油断しているんだけど、だけどもともとはリックブルーナさんがオランダの海岸で夏休みに子供たちと遊んでるときにノウサギを見てあこれをお話にしたらいいっていうところから始まったんですね。で、そのことをみんな忘れているので油断しているので。 あの人物のポートレートが得意な川島さんにウサギの写真を撮ってもらうっていうことを組み合わせることでそのブルーナのディック・ブルーナの描写だったりとかそのミッフィに対しての考えとかなんかこうそういうのを揺さぶってみたらどうかっていうちょっとこうアート寄りのアプローチにはなるんですけどそのこういうことをやってみました。であの今見てていいいただいただつののことっていうのはあの もしリック・ブルーナの展覧会を初めて日本でやるのであればこういったアプローチはしないんですよねただ何度も何度も繰り返しやられていて、えー、こう慣れてきているこう危機感があってである種その固定,が固定概念っていうものが定着しているような人たちにとってその作品が持っているこう本質、まあ、それをこうもう一回目の前にこう見せるそういうことのためにそのデザイン 表現というものを使ったた事例でしたなので最初に日比野さん佐藤拓さん祖父江さんがやってくださった時と15年経って状況が変わっていてでいろんな表現を加えてみたっていうことをちょっとビジュアルで紹介しました。でえー、と2005年からまあその今2023年ぐらいまでの間あるいは先ほど僕が言ったような1990年代代 の終わりぐらいから25年間間ぐらいいの間に結構いろんんななこととが変わってるなと思うんですねであのまず社会が変わっていてでその社会が変わってるっていうことに合わせて美術館というものが変わっていてで美術館の中で行われている展覧会というものも変わっていてでそれに応じてデザインが求められるそのボリュームとかその内容とかそういったものも変わってるんですね。でえー 美術館というのはその大きな建物があって中にコレクションがあって研究をしてでそれをこう紹介してで時々企画展をやってとっていう、まあ、そういう場所なんですけどそれはその普遍的な価値として世界中にそのあってで日本もその制度を利用してあるんですけどあのよくよく考えてみていただくと美術館の中で発信している価値その来てくれる人たちがこう受け取っている何かそれは人によって違いますけどそれ自体っていうものは ずっととと同じいいうことはないんですよ、ね、その来る人も変わる来る人の期待も変わるなのであのそれは社会が変わっているから変わるわけですよねでインターネットをはじめとしてそのコミュニケーションも変わっていてでそういったものの影響を受けながら展覧会も変わっていくんだけど美術館自体も本当は変わっていってでそのことに対して僕らはあの耳を澄ませていかなきゃいけないなと思っていて。 でじゃあその美術館だったり展覧会だったり今日のテーマに関わるような中でどんな変化があったかなっていうとここに書いてあるようなことでまずその,美術館というものを取り巻く環境は非常にシビアなものがあります科学のあ国立科学,科学博物館のクラウドファンディングの例なんかでご存知のとおりとにかく予算が減らされていてそれから減らされた分営業努力をせいと言われていて。 それから、えー、新しいその魅力を出さなきゃいけないんだと、つまりその観光に役に立つようなことを何か発信しなきゃいけないとか、あるいはその、えー、まあ、観光資源だっていうふうに捉えられたときには競合するそのエンターテイメントみたいなものもこう現れてくるわけですよね。なのであって当たり前っていうところから自分たちのアイデンティティは何なのか、それから自分たちで一人歩き自立するために。 何ができるのかということをまあ求められているのが今なんですよね。で、えっ、ー、とそんな中で、えー、美術館に来るユーザーまああの来場者の人たちもかなり質的には変わってるかなと思います。で、えっ、ー、とまずはあの若い人たちがあの当然そのいつの時代も流入してくるんですよね。で、その古典的な、えー、まあ有名な有名なって言ったらあれですけど、例えば印象派とかフランスの絵画とか。 なんですかね、ポップアートとかある種価値が定着していてでみんなが知っているような有,、まあ、有名とされているようなアートの場合には年配の方々その、えーまあ、その知的階層というか、まあ、そういった方々はコンスタントに来るけれど新しい人たち若い人たちもそこにこう興味を持ってくるってチャンスが常にあるんですよね。ただその一方でその 構成そのお客さんの中身が変わっていくと、えー、若い人たちはその経験とかその知識とかそういうものがどうしてもこう少ない傾向にあるのであの、まあ、簡単的に言うとそうするとその解説の在り方だったりとかその作品を並べる順番の在り方だったりとかその宣伝の仕方とかそういったものも変わってくるわけですよね。であともう一つその美術館が 魅力的なものでなければいけないで、新しいユーザーに対応しなければいけないって。まあ、そういうことが求められる中で、えー、開催していく。展覧会まあ、人に来てもらうためのえー、術としての展覧会、その中身が変わってくるということがあるんですね。で、えっ、ー、と。それはブルーシープがやってる。仕事にもかなりあのこう関わる部分ですけど、えー、いわゆるファインアートとこう言われるようなものでない。 え種類のの展覧会っていうのが今は増えてるんですよねあの、まあ、ファインアートって定義難しいですけど例えば絵画とか写真とか彫刻とかあの見せるたために作られたものですよね最初からもう見せることを意図して描かれて額に入ったりどっかに置かれたりす,あのするようなもんですけど例えばあのブルーシープでよくやっているような展覧会でいうと絵本とか漫画とかあるんですけど絵本は あの本として出来上がっているのが作品なんですよね。漫画もそうですよね。ただ、展覧会として仕立てるときに、本を千個とか並べといてもしょうがないので、あの、その裏側を見せ、裏側を見せようとか、その創作の過程を見せようみたいなことを、まあ、あの、やっていくことになるんですけど、あの、それはもともとこう見せることを意図してないものを見せていくっていうことになるわけですよね。それで、それは展覧会としては、ジャンルとしてはすごく新しいものになります。で。 最近の傾向としてあるいはこれから現れてくるものとして考えられるのは例えば音楽だったりとかあるいはよりエンターテインメント性の強いそのある種のクリエーションというものが美術館の展覧会として開かれていくあ能性は展覧会といるなと思そます覧会といった変化がある中で美術館あるいは展覧会というものがその 価値ですよ、ね、その来てくれる人たちに提供できるその、まあ、役割というか、まあ、そういったものが変わっていると。で、まあ、それは人によって違うので一概には言えないけれど変化の部分だけを言うとそのこう学問的な蓄積こう積み重なりあるいはこう学んでいくっていう、まあ、自己研鑽とか、まあ、そういったこう、えー、古典的な美術家の楽しみ方からこうより体験をするとか。 あるいはその感じるとか、まあ、その感覚的な部分というのがあのいいか悪いかは別にしてもその求められていてあるいはその美術館としてこう発信するこう一つのこう、まあ、新しいチャンネルになってるなというのは思います、はい、あのこのページが文字の説明がたくさんありますけどこのページの次ぐらいからは画像になります。 えともう一つあの黒字で書いているじゃあこういった変化が美術館とか展覧会の中でこう起こっていったときにデザインというものがこうどう必要なのかそういうことをこうまとめてみるとですね、えーとまあ、これはあのデザインをしている人たち、まあ、デザイナーとかあの建築家の方々とかにはっきりはあのこういうあの強い言葉では言っていないですけどあの 僕自身はこう武器あるいはその生きるための道具みたいなふうにデザインを捉えてるんですね、まあ、その展覧会を作るっていうことで言うと。でそれはどういうことかっていうと今展覧会に求められているもの特にブルーシープが手掛けている展覧会に求められていることっていうのはあるアーティストあるいはある作品それの本質をどう伝えるか ということが求められてるなっていうふうふに思ってるんですねで本質を伝えるためのこうアプローチの仕方その上手に伝える、えー、伝えるタイミングを考えるそういったことをこう考えるためのこう手段あるいは武器あるいは道具として、えー、いろんな種類のこうデザインを活用して、えー、それをこう束のようにこう集めて展覧会を作ってるっていうのが 現状なんですねであの展覧会っていうのはう作品があるんですけど作品,自体はかか作品自体が声を出して何か語りかけてくれるわけじゃないんですよね僕らが一歩前に踏み出してあるいは僕らが何かそのヒントを得てで考えることによってその作品が自分にこう語りかける でそのためには何らかの情報が必要なんですよねでその情報っていうのはあればあるだけいいわけではなくて人によってはほんのちょっとでいいしで別の人にとってはたくさんあった方がいくてでそのいろんな種類の本質に近づくための情報をこうまあ階層化していくレイヤー化していくでそのためにその,あの難しいこうなんていうかあの作りを をデザイナーと一緒にしていくっていうのが、えー、今やってることかなと思います。で、あのえっとこの後で事例として紹介する手なんかが二つあるんですけど、そこの中ではあのいろんな種類のデザイナークリエイターが入ってるんですね。で、あの全部あの全員が一緒になってで同じタイミングで入ってもらってるわけじゃないんですよね。まずはあの一、えー、人に入ってもらって、でその方にやってもらうところを決めた後で。 別の人に入ってもらってというふうにどん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 こう積み重ねていってであの塊としてこう大きな価値を作りたいっていうのがあの手法としてあるのでなのでその本質を伝えるためのこう価値をこう膨らませていくってまあそんなことをあの考えてますでまあそれがデザインのあの必要性というあのことになりますであとあのまあ なんうかこう言葉で言ってるとすごく強いんですけどあのやっぱり展覧会に行った時っていうのは何かあ,あって驚いたりこう感激したりとかこうやっぱりその感情が揺れていたいというか揺らしたいというか、まあ、そういうところであってほしいと思っていてその時にはこうある種のユーモアとかそのきとかなんかそういうなんていうんですかねあのこう説明だけではないこう押し付けだけではないこう間口みたいな。 余白みたいなことっていうのをつけたくって、まあ、そういのことのためにデザインは非常に有効だなと思ってますで、えー、とデザインの必要性の一番最後のところに書いているのはあの、まあ、僕はそのデザインの専門家ではないのであのこう定義づけというか言葉遣いとか適切かどうかわからないんですけどあのこう大きなこうデザインのこうコンセプトっていうものがあの まあ60年代とか70年代とかあるいはまあ今もあのこうなんて言うのかなあるプロジェクトがあってあるいはあるこうプロダクトができたときにそこに対してアートディレクションがされていてでアートディレクターがいてで色を決めたり書体を決めたりまあ,ある種のこうムードを作っていくっていうのがあの昔からのこう伝統的なやり方だと思うんですけど。 展覧会を作っていくっていくう上ではそういう大きなディレクションっていうのはあの向いてないんじゃないかなっていうことを思っていてなのであの例えば宣伝物を作る中心になるようなアートディレクターの方あの必ず入るんですけどそのアートディレクションに沿って展覧会の会場を作ったり本を作ったりグッズを作ったりとか全部統一させるっていうことはやらないようにしてるんですよね。それはもっと小さな物語が 展覧会あるいは美術館の中にはこう共存してていいんじゃないかなというまあそんな感覚もあってあのそんなことをまあデザイナーの方々には説明しながらやってます。はい、で、えー、こういうデザインのこう力を借りながらプロジェクト自体をこうあの成功させることをあの試みています。それを一言で言うならば生きるか死ぬかっていうことですね。で えーとデザインの種類としては空間それから平面グラフィックですねからあとライティングそれから音、えー、写真映像から環境のこう演出みたいなことあとは立体物を作るとか、まあ、あのデザインという言葉で全部説明していいかどうかは分かりませんけど、まあ、こういったいろんなジャンルの力を借りています。で、えー、と舞台になっているのはいずれもプレイミュージアムっていうところをですね 2011年にやった柚木三郎さんの展覧会との写真を今お見せしているのとあとプレイミュージアムの上にはプレイパークっていう子どものための遊び場があってそこはプレイ全体の内装の設計をしていただいた手塚建築研究所の手塚隆治さんがディレクター館長としてやってくださっています。でプレイのアートディレクションは菊池敦樹さんにやってもらっていてロゴだったりとか サイン関係だったりとか、まあ、その色のあ,のあしらいだったりとかその辺を見ていただいています。で、えー、と事例2つ、えー、夏にですねプレイミュージアムで開催したエルマーの冒険展あすみませんこれ文字がいろいろありましたね。あのおさらいとしてあおさらいというか、まあのえー、とビジュアルを見せていく <laughs> あのメモとして書いたんですけどあのこれ行った人います結構いますね。 はい、あのえー、っと展覧会の体験としては45分あるいは1時間ぐらいだと思って展覧会を作るんですけども「えー、エルマーの冒険」の展覧会をやるっていうのはあの、まあ、展覧会を開催する1年ぐらい前に、まあ、ひょんなことから決まってで日本で初めて「エルマー展」をやる っていうあの機会になったんですね。で、あの原画の所在が分かったりとか、あの作者のあの協力、あるいは日本での版元の福音館書店の協力とか、まあいろんな協力が得られるってことが分かってですね。で、えー、とで何回を考えるときには、まあのいくつか課題を立てるんですよね。えー、まあ、その絵があるから物語がある。で、それを会場の中でこうどう。 表現してていいくくかかどう伝えていくかでえーと「エルマ,ーエルエルマーの冒険展」の場合には、えー、と3つ課題があって一つは、えー、エルマーが出てから日本語版が出てからちょうど60周年だったんですけどあの、まあ、大ベストセラーなんですよね。であの3冊、まあ、3巻の物語で。 700万部を超える大ベストセラーになっていてでどうしてこんなにコンスタントにこの物語が人気なんだろうかでそのこと自体が何ていうかこう理解できるっていうかこう納得できるような、まあ、そういう場にしたいなということが一つ。でもう一つは、えー、と原画が借りられるということが分かってで原画自体が日本で初公開になったんですけどその貴重な原画自体をどう見せていくことがいいのかと。 ままとまって見見せせるるののののががいいいいのかかババララにどうやったら飽きずにその100点が持っているその総量っていうか価値の総量を高めることができるかってことですね。であと一番最後にあのいつも大事にしていることっていうのはどうしてエルマーを今やるのかっていうことですよねこれなんとなく人気だからやるっていうのはもちろんあるんですけどただ今やるのであれば、まあ、そこに対してのこう責任というかその美術館としてのご役割を明確にした方がいいなっていうことを考えて。で えとその答えとしてあのこう言葉にしたものっていうのはその後にある4つなんですけど「えー、とエルマを見る」まず「見る」ですね。から「エルマになる」まあ、自分がなっていく物語の中に入っていくってことですよね。で「エルマを知る」まあ、それは「エルマの歴史を知る」まあ、エルマがどうやってできたか物語のこう本質を知る」みたいなことですね。であとはもう一つは冒険」なんですよね。 その今なぜやるかっていうことを考えたときに一番あのこうハッとしたのが「その冒険」っていう言葉で,でエルマーの冒険っていう物語が面白いっていうことはもちろんあるんだけどもその冒険物語であるっていうことを、えー、もう少し一般,一般化してみるっていうことがこの展覧会をやる現代的な意味かなということを思いました。でチーム構成としては 1, 2, 3, 4, 5, 6,、まあ はい、7件8件ぐらいで、えーとまあ、人数としてはちょっと数え,数えるのが難しいんですけど、えー、空間のデザインそれからグラフィックそれから音響、えー、映像環境演出、えー、それから立体造形、まあ、あとは施工証明関係でそれに加えて、えー、会場の中に冒険図書館っていう、えー、不思議な図書館を作ってですねそこにいろんな世界で活躍している100人の フロントランナーたちから冒険をめぐる本を推薦してもらってそれを紹介するっていうところを作ったんですね。なのでまあそういったた方々の力をを借りて手を構成しましま、えー、これはあのビジュアルですね、えー、まあいわゆるチラシとかポスターに使うものなんですけど、えー、1948年に初めてこの物語が作られたから80年ぐらいたってですね、まあ、70年から80年ぐらい経った今 展覧会をやるときにどういう画面がいいだろうかっていうことをあのデザイナーに考えてもらって作りました。で、えっ、ー、とまあ、個々の話をしているとちょっとあの長くなってしまうんですけど、あの通常の展覧会だとまあ、こういうポスターがあって、でこれがあのまあインターネットでも画像として流通していくんですけど、あのちょっと GIF アニメを作ってみたらどうかなっていうので。うん はい、こういうのをねやっぱりチラシとかポスターとか美術館をずっと作り続けてで美術館同士でこう配ったりとかしてるんですけど僕自身はあのだんだんその力が弱まってるなっていうふうに思っていてそれは実際そうだと思うんですけどそのいわゆるチラシとかポスターとかそういった印刷物に変わるようなことっていうのを、まあ、デザインの力を借りて作らなきゃいけないなと思います。 でえー、とこれが原画ですね原画をどうやって見せるか、まあ,あの,額の中にこうただ入れて見せるっていうところは変わらないんですけど今回試みたことっていうのはあのすぐ原画を見せずに、まあ、原画をかなり奥の方に入れてそこから始めたんですね。であともう一つは原画がものすごく小さいんですよそれはあの絵本のこう原寸絵本の挿絵の原寸台で書かれてるからなんですけどあのただそのいきなり原画を その原寸大というかそのオリジナルをそのまま見るんではなくって見る前に絵がどうなってるかっていうことを思いっきり大きく拡大してでそのディテールを見やすくしてあげたらどうかっていうのがあの建築家のアイデアとして出てきてで2メートルぐらいの大きなかき割りを作ってえこうジャングルの中をかき分けていくようなことになってるんですけどそうすることで例えばホワイトを使っているとかから鉛筆のタッチだったりとか。 原画を見るだけから見るためのこう虫眼鏡みたいなものをみんなに手渡すっていうような役割を最初にやりましたで合わせてここはあの下が桟橋みたいになっていてドゥエルマの冒険の冒頭のところ冒頭のシーンというか冒険に出るシーンを再現したようなことになっていてであとここではジャングルの音ですね動物たちの声が聞こえているっていうまあ あの展覧会の会の場としてはかなりうるさいんですよだけどそうやって物語の中に、まあ、エルマーになった気持ちになって物語の中に入ってでそこで、えー、虫眼鏡を借りてで原画を見るっていう、まあ、そんな,な導入になりました。で「エルマーになる」っていうのは会場の中にいくつかあって、まあ、その中で一番人気があったのがこれでエルマーの、えー、と1巻目の中で、えー、とワニを騙して、えー、川を渡るっていうシーンがあるんですよね。 であのワニの背中を何頭かのワニの背中をこうジャンプするっていうのがあるんだけどこれをやってみたいっていうのはもう企画の時からあったので、えー、とこう造形立体造形で、えー、とゴムでワニを作ってもらってでそこをジャンプしようというふうにしたんですけどただジャンプするだけだったらつまらないなと思って、えー、ワニが痛がるようなあの音をつけたらどうかなっていうのがこう演出家の中から出てきてでつけました。 音がね、あのなるんですけどせあのワニの背中それぞれが違う音が仕込まれていてあのなのんか分かるかな <laughs> っていう具合にそれぞれの音が違うんですよね。であの不思議なことに大人は意外とこれ乗らないんですよ。言われないと乗らないの。 ですよねでこの音が違うとかそういうことに気が付く人もあんまりいなくってだけど子のの方ががが先入観がないでで気がつくんですよねだからなんかそういう感じを僕らもこう常に何ていうか大人である気持ちをこう忘れて子どもの頃の気持ちをこう取り戻すにはどうしたらいいかみたいなことを大事にしてます。あと,、えー、と物語の中に入っていくエルマーになるっていうことで言うと原画の下についているキャプション。 があってそこで物語の断片をあの書いてるんですけどそこのキャプションには木の枝だったり小石だったりガムだったり、えー、こういうカナリアの羽だったりとかそういうものをちょこちょこっとつけてるんですよね。で気がつかない人もたくさんいると思いますけどで全部つけてるわけじゃないんですけど気がついた時に「あっ!」っていうちょっとしたこう嬉しさっていうか、まあ、さっき言ったユーモアみたいなものっていうのを感じられるようにあのこう、はい、追加をしています。ここれは嵐の中を行くというところで 光とか音とか映像とかそういうものがで奥のところにこう扇風機がついていてこう歩いていると向かいからこう風が来るんですよねこれはあの、えー、とクライマックスに向かうところで空色高原っていうところに、えー、竜の背中に乗ってで空を飛ぶっていうシーンがあるんだけど僕の,あの子供の頃の記憶は。 龍の龍の,の首に捕まって空を飛ぶっていう記憶がずっとあってであのエル・マーテンやるって決まったときにそれをどうやって再現したらいいかなってことを考えててなんかメリーゴーランドみたいなことを作るとかいろいろ言ってたんだけどそんなことは土台無理なのでって考えたときにこうこう自分は乗ってはいないんだけど空想の中でそのことを勝手にこう脳内でこう変換できるような場所を作ったらどうかっていうのであのこれ照明が。 あのこうくるくる回転している照明が上についていてこう雲がこっっちにに向かててくるるるよよようう見えなな演出をしいんんですよね <laughs> ごめんなさいあとは竜がパサッパサッてこう羽ばたいてるような、まあ、そんな音もあのするようななのでここもあの必ずみんなが同じように体験する気がつくっていうわけではないんだけれども、まあ、あの感じる人が1割2割だとしてもそういったものをいろんなところにこう作っていって。 で自分がエルマーになるっていうまあそういうあの試みをいろいろあのやりましたであのこれはえっ、ー、と一番こう手のかかっているあのインタラクションの部分なんですけどあの洞窟の中に囚われていたえっ、ーえー、と竜のあの子供のねあの家族をあの助けに行くんですよね一番最後のお話ででその助けに行くシーンに自分たちが関わっていってで竜たちが 逃げていくっていうシーンを音楽と光で再現するっていうコーナーでこれは見ないと全く伝わらないのでちょっと説明ははしります。であとはラストシーンでその夢の世界から家庭に帰っていくっていうところがあるんですけど、まあ、そこの切れ目もあの映像で表しました。であとは4つあったテーマの中で「 えー「エルマを知る」っていうあの3つ目の,あの部分なんですけどあのそこの中で言うと、えー、その制作に、まあ、絵本を作るために、えー、使っていた、まあ、貴重な資料っていうものがあの家族の中でのちゃんと保管されていたので、まあ、そういったものをのお借りして、えーまあ、美術館らしくっていうとあれですけれどもあのいわゆる古典的な絵本の展覧会としてのように、えー、説明もの試みました。 でこれがあの冒険図書館というやつで一番最後のところに、まあ、割と広い部屋に、えっと、ぐるーっとその100人の戦車を並べてで100人の人たちの,その冒険についててのコメントも、ね、あの載せておりますで。真ん中のスペースには、えー、古本屋さんとか、まあ、絵本専用の,の本屋さんなんかの協力を得てでいろんな種類の冒険の本というものを並べてでここはあの展覧会の中での,、まああの人気のコーナーの一つになりました。 エルマーには全く関係ないんだけどももともとエルマーが好きだった気持ちっていうものがここで折り返されたのかなと。で、えー、とこれはまあユーモアみたいなものの一つで、えー、とエルマーテンの後に今開催している鹿児島誠さんという陶芸家の展覧会をやってるんですけどあのエルマーエルマーテンに来てくれた人たちに割引券を配ったんですね。で割引券というのはあのもちろん割引されて嬉しいっていうことにはなるんですけど。 ただその嬉しい気持ちをどうやったら膨らませるかっていうことを考えた時に、えー、エルマーから、えー、エ,ルエルマーが好きなかみんなにエルマー店に来てくれたみんなに次の展覧会をのディスカウントをプレゼントしますっていう、まあ、そういう,こうニュアンスをこのデザインの中にこう入れることでただ単に200円割引っていうことじゃない何かあったかさみたいな、ね、ものをこう作りたいっていうことでこういうものを作りました。 でえー、と最後おまけは、えー、とこの展覧、えー、あのエルマー展自体はその次の会場が明石なんですね関西の。で明石に行く時にその明石の人たちにこうもう一つ喜びっていうか嬉しさみたいなものを感じてもらいたいなと思って、えー、エルマーの冒険を開けたところあの見返しって言われてるところですねでそこにあの地図があるんですけどその地図を模したあの地,地図風にえっと模しもをて 明石の地図を作ってもらったんですね。これ、あの三宅竜人さんっていうデザイナーであり、イラストレーターの方がいてで、彼のアイデアでこれがまできてで、明石の人たちはまあ,あのさらに嬉しい気持ちで巡回を待つというようなことをやりました。はいでえーとあと1分ぐらいなんですけど、えっ、ー、と次の展覧会がえ鹿児島誠さんというあの陶芸家の方の。 展覧会であのこういう,こう模様あの植物だったりそれから動物だったり、まあ、そういったあのなんていうかあの、まあ、模様というか絵をあの丸だったり深い鉢だったり、えーまあ、いろんな種類の形のお皿に絵を描いて、えー、作られているあの陶芸家の方の展覧会なんですけどあのこの展覧会の中にもデザインの要素っていうのはたくさん入っていて。であのまあ 課題としては、200点の新作の器それを広い会場の中でどうやって見せていくかそれからお皿以外に作っているそのプロ,プロダクトデザインをどうやって見せるかから鹿児島誠さん本人をどうやって紹介するかで最後はなぜ今鹿児島さんを紹介するのかでそれについては「毎日」っていうキーワードを立てることで紹介をして でえー、いくつかのデザインデザイナーいくつかのチームいくつかのか方々に入ってもらって展覧会を制作したんですけど、えー、5秒ずつぐらいでスライドをお見せすると「これはビジュアルですあの毎日」っていうのコンセプトそれを説明しますけどあの「毎日イコール新聞」っていうようなのヒントでデザインを組みました。で1日 朝、昼、晩、三つのシチュエーションに分けて、二百点のお皿を紹介しました。朝は斜めから入ってくる光ですね。で、朝を感じられるような作品を集めました。で、鹿児島誠さんの人柄を紹介する上で。鹿児島さんにお皿に触らないでねっていう、こう注意書きを。えっ、ー、と、あの書き下ろしてもらって、まあ、それも飾ったりしました。で、これプロダクトです。プロダクトを見るときには、ただプロダクトですって言って見せるのもつまらないので。 お散歩っていうコンセプトで、ここは見せています。で、あの時々あの鹿児島さんが。えー、毎日、日々創作する上で考えているような言葉を。えー、こう、綺麗な文字で、カッティングシートで、あしらったりしています。で、これお昼。お昼は、外で、大勢で、大きな低いテーブルでご飯を食べたらどうかって言うので、えー。こういうことになってます。あ、こういうデザインにしました。で、あの、ここには映像が映ってるんですけど、あと。 鳥のさえずり声とかそういうのも聞こえますでまあ素材の選び方なんかは鹿児島さんの福岡のアトリエから引用してそのトタンみたいな素材を使ったりコンクリートを使ったりいろいろしています。でこれは作家のなし木香さん小説家のなし木香穂さんと一緒に作った特別な展示コーナーで新作の中からお話を作っていただいてそれを特別な演出で見せるってこれは素晴らしい あのコーナーなんですけどで、えー、とこれはプロダクトの続きここは「ご機嫌用」とかってよくわからないタイトルをつけましたで最後は「夜ご飯ですね」えー、レストランであのこ、まあ、素敵な時間を過ごしているようなしつらえにしてこ,ここはの音楽も流して鹿児島さんに選んでもらって音楽を流してでえー、と、はい、で最後は鹿児島さんの人となりをあの伝えるんですけど なぜ毎日っていうコンセプトにしたかっていうと鹿児島さんはまあ職人のように毎日毎日同じような時間で朝から晩までずっと作品を作り続けているんですよね。なのでその鹿児島さんの職人的な毎日っていうこととから鹿児島さんが作っているものっていうのはやっぱりその生活の中で使うものなんですよね。で鹿児島さんがそのデザインをしているあるいは形を作っている絵をつけたりしているその時にはその鹿児島さんは使う人たちの日々をこう思いながら作っているということで 毎日という言葉をつけてで、えー、とこの映像では鹿児島さんがその毎日日々どうやって作品を作っているかということを大きな映像で映したのともう一つは、えー、朝の10時から6時までプレイミュージアムで、えー、がオープンしている時間ですねその時間鹿児島さんのアトリエにカメラを置いてずっと長回しをしたんです。でこれをを朝の10時にススタッッフがスイッチをオンすると 来たお客さんが例えば今だったら4時2分前なんですけど今プレイミュージアムに行くと6月,何日月何日いや6月何日かの鹿児島さんの4時2分前が見られるっていうなのでいつ行っても鹿児島さんの毎日にこうシンクロできるっていうかこれもねであのどっかの時間で鹿児島さんは昼寝してたりとかご飯でいなくなったりとかそういうのもあるんです。はい、はい すいませんあの駆け足になりましたけどあのえー、っとえー、っと美術館におけるデザインの今っていうことで、えー、っと大急ぎで今お話をしてしまいましたけどその美術館あるいは展覧会の中で求められているものが変わっていく中でデザインの手法デザインの考えっていうものをこう利用しながら活用しながら、えー、美術館の中で見せるもののこう本質をのそのボリュームを増やしていくということをあの 僕あるいはブルーシープあるいはプレミュージアムではあの特に考えていてでそういったこう挑戦というか小さなまあ、挑戦の積み重ねなんですけどまあそういったことっていうのはまあ他の美術館でもあのこう考えられていることだと思うしまあもっとこう意識をこう何ていうかこうあの言語化しながらあの捉えられるとまあ捉えられていくことにこれからなっていくかなと思ったりもしています、えー、すみません最後の方はなんか2倍速ぐらいで話をしましたけど。えー ありがとうございまししたた先生ありがとうございました <laughs>、はい、まずこう生きるか死ぬかという言葉がすごく印象的でしたよね。あの先生の圧倒的な事例とともにこう美術館をという切り口で美術館を取り巻く時代の変化だったり現状までも教えていただいてデザインができることを考えるきっかけに皆さんにもなったんじゃないかなという,ふうに思います。ありがとうございました それではですね、ちょっとこう短めにはなりますが質疑の時間を取りたいと思います。えー、では会場の方からお一人だけ。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と簡単に質問なんですけども、はい、あの先ほどあの展覧会でエルナの冒険の時にあの音が出る。 ふおやるやつ乗るやつありまして、ね、あれ子どもしか乗らないってほとんど大人は乗らなかったってお話があったんですけどちょっと気になっているのが割とあのプレミュージアムもどちらかというと子ども向けという感じですよねでも実はああいうものを経験したいとかプレミュージアムで遊びたいって大人世代とかってすごいたくさんいると思うんですね。でそういった中で今のデザインで活用することでそういった人たちも遠慮なく遊べるような手法っていうのをいかにして作れるのかなって。 っていうのがちょっと今疑問に思ってます、ね。なるほど。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とそれは本当にあの課題あの、えー、その本当はみんなに体験してもらいたいのにそれを体験しないっていうのはあの本当に大事なあのポイントなんですよね。でえっ、ー、とまず前提としてなんですけど、えっ、ー、とプレミュージアム自体はあの子どものための美術館ではないんですよね。であの。 結構そういうふうに言われてしまうんですけどあの子どもも楽しめる美術館なんでおっしゃられたようにあの大人が楽しんでいただきたいっていうのがベースにあってただその、えー、と子どもも楽しむっていうことを考えていった時にその子どもが楽しめるようなものもこう入れていくので,でそういったものそ,それを強調して見ていくとそこに注目して見ていくとあの子どものためのとこなのかなっていうふうに思えるんですけど。 あのそこはあのできるだけそう,そう見えないようにあの注意をあのし,て、まあ、しながらやってるんですよね。であのデザインの手法をその大人が楽しめるようにどう活用したらいいかっていうことなんですけどそれはすごく難しくてあの現場での問題では多分ないんですよね。来る前のあるいはその利用するあの以前にあのどう情報発信をするかっていうことだと思うんです。 であのまあちょっとよくないなとは思いつつなんですけどつつ言うんですけど大人はどうしてもその真似をしたがるというかで誰かがやると他の方もやるんですよあやっていいんだって言ってで続けてもうわあわあ音が鳴るようになるんですけど誰もやらないとやらないんですよね。であのじゃあそこに看板を立ててこれは自由にできますよって。 やっったたららいいいじゃななかと思うんでです素敵ななんかデザインで作ったらだけどそれをやると答え合わせになっちゃうんですよねで答え合わせをできるだけやめようっていうことであのまあ運営のスタッフは毎回毎回大変なんですけどあのできるだけ声をかけてあげようっていう話をするきっかけにしようってことはスタッフにお願いしていてなのでそのまま言ってしまうの人がいるのはしょうがないんだけれども。 もし余裕があって声をかけられれば「あのこれあの乗れるんですよ」って言ってみるとか「まあ、音が鳴る」って言わなくてもいいんだけれど何かそういったことをささやいてあげたりとかするとその会場の価値自体も上がってくるかなと。なのであのデザインというのはあの何に対しても有効ということではなくってその考え方としてはあの常に必要なものなんですけどあの今の話で言うと,、えー、とその現場でのアプローチじゃなくってむしろその あの、まあ、広報だったりとか、あの、まあ、最初に入ったときに、まあ、ちょっと支えてあげるとか、まあ、そういうことなのかなと思いました。あっという間の時間ではありましたが、草刈先生の講義プログラム。美術館におけるデザインの役割を終了とさせていただきます。先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。はい、ありがとうございました。